背番号22船津哲也選手、そして背番号41吉浜亮平選手です。まあ、うまくいったところうまくいかなかったところありましたけど、まあ、まずひとまず、まあ、全員怪我なく終えられたのが良かったなと思います。そうですね、船津選手はいかがですか。そうですね、まあ、両辺も言いましたけど、まあ、やっぱり一番は勝ちたかったので、まあ、そこが本当悔しいところではありますけど、やっぱサポーター多いっすね、岐阜は4500人ですからね。めちゃめちゃ多いよな、うん、風強かったですけど気になりました。いや、めちゃくちゃ気になる、風が一番嫌っす、ね、ああ、けど群馬もきつかったよ、うん、群馬もやばい、風が。あ、そうか、お二人とも群馬で1年かぶってやってるんで、はい、雨より風の方がきついですよね。あ、そうなんですか。全然きついです。風はすごい嫌っすね。雨は逆にありがたい時もあるんで、ちょっと滑ってる。そういうプレイヤー分かれん、見たら分かるやん。そういうプレイヤー、雨得意なプレイヤーじゃないでしょ。いや、すごい得意。俺ね、川西選手がね、よく見てましたよね。下げたところに吉山選手、これ外すか。これ結構いるよ。 4,5 人いるよ、敵目の前。ワンちゃん、犬のリンちゃんがテレビ電話に反応してくれないということが悩みと見ましたが、本当でしょうか。はい、全く反応してくれない。ということで、そんな吉浜選手の悩みを解決に導けるように、実際に今日、リンちゃんとテレビ電話をつなげてみたいと思います。リンちゃん、さあ、では画面の方が切り替わったら、ミュート、まあ、心も体も癒されて、で、温泉のところに多分お土産屋さんがあるのかな、あるのかないのか、ちょっとわからない。あと30秒。ちょっとわからないですけど、まあ、あったら温泉買って、僕はその非常に楽しく放送させていただきました。ぜひ今日ご覧いただいたメンバーシップの皆さんですね、まだこのリアルタイムで見られなかったチャンネルメンバーシップ会員の皆さんに、おすすめしていただいたり、あとはまだ、月額を払ってメンバーシップになっていない皆さん、僕もメンバーなんですけども、非常にいいコンテンツたくさん揃っておりますので、お仲間の皆さんに、宣伝などしていただけたらなと思います。